中村愛のウマコラボ。どうも中村愛です。プシュー。まずは金曜競馬クラブ放送600回やった。そして手前味噌ではありますが、日曜日私中村愛10回目の誕生日を迎えます。イエーイ、おめでとう、ありがとうございます。ということで気合を入れて中山記念予想していきます。まずは過去10年の3連携の平均配当見ていきましょう。3連複1万798円、万馬券2回、3連単は6万834円、万馬券8回、10万超えが2回ということで、まずまずの配当でございます。そんな中、私中村愛が選んだのはダン6歳馬2番ソーバリアントでございます。ソーバリアントですが、2021年2022年 G3 チャレンジカップ連覇しております。つまり実力馬なんですが、去年の中山記念一番人気だったんですが9着、そして2022年、オールカマーでは2番人気だったけど13着ということで、期待を裏切る形で成績残せておりません。これだけ見てみると中山得意じゃないのかなと疑問符がつくと思うんですが、こちらご確認ください。過去を振り返ってみますと、デビューから4戦目と時間かかったんですが、2021年初勝利は中山芝 2200m 戦、その年の中山芝 2000m G2 弥生賞で4着、そして中山芝 2200m G2 セントライト記念では2着中山で実績残しております。そして鞍上はダーン、先週 G3 京都牝馬ステークス妹ソーダズリングで38年連続重賞を制覇しました、あの武豊騎手、ベテラン健在でございます。調教の方も調子がいいということで、去年のリベンジになるか、2番ソーバリアントに注目です。馬と未来とのコンテンツ馬コラボ、高い的中率を誇るコラボ指数は指数上位6位内の組み合わせが合言葉です。先週行われた72レースのうち、じゃーん、コラボ指数上位6位内の組み合わせだったのは22レースでした。その中でも日曜日に行われた東京3レースでは、1番人気、7番人気、5番人気で決着。コラボ指数では7番人気の人気薄を上位で見抜いて見事的中。3連単の配当は3万円を超えました。的中された方おめでとうございます。今週は中山記念のコラボ指数をブログ内で無料公開、詳しくは馬と未来とで検索してみてください。以上、中村愛の馬コラボでした。いただきます